こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Google クラウドプリントを使って、Android のスマホからお家のプリンターで印刷をしてみたいと思います。Google クラウドプリント、まずはパソコンなどで、設定が必要となっております。こちらの解説ページ、スマホからもご確認いただけるんですけれども、ページの方にパソコンからの設定方法につきましてもリンク、解説を載せております。よろしければこちらを参考にしていただきまして、まずは、Google クラウドプリント、パソコンからの準備を行ってください。パソコンの準備整いましたら、今度は Android のスマホの方にまずは Google クラウドプリントが使えるアプリを導入していきたいと思います。こちらの方、いつも通りですね、解説ページの方に、リンクが貼ってあります Google クラウドプリント、こちらをタップしていただいて Play Store で開いていただきますと、Google クラウドプリントの、Google の Play Store の方が開きます。で、ところがなんですけれども、新しい Android、そんなに古くない Android であれば、基本的にはもう Google クラウドプリントが標準で入っている可能性が非常に高いです。もしも入っていない場合は、ここがインストールとなっています。実はこれも入ってるんで、アンインストールとなってるんですけれども、Google クラウドプリントが、アプリが入っていないと、ここがインストールとなっておりますので、ここをインストールタップしていただいて、利用規約等を表示されますので、同意して先へ進んでください。まずは Google クラウドプリントのアプリを、導入していただきたいと思います。ここがアンインストールとなっていれば、アプリの方はスマホに入っておりますので、改めてインストールする必要はありません。それでは実際にこちらの動画ファンのトップページですね。このトップページをちょっと印刷をしてみたいと思います。で、印刷方法につきましては、Android の場合、メーカーによって、やり方いろいろかと思うんですけれども、だいたいこう機能とかそういう、スイッチがあると思うんですね。その機能を開いていただくと、印刷という項目等があると思いますので、まずはこの印刷機能ボタンを見つけていただいて、印刷ボタンを見つけてください。こちらをタップします。そうするとこのような感じで開くんですけれども、この一番上ですね、一番上、ここをタップしていただくと、一覧でいくつもこんな風に開きます。で、これよく見ていただくと、クラウドプリントという風に表示が出ているんですけれども、すでにパソコンで、クラウドプリント設定をしておりますので、我が家のプリンターはこの FX ドキュプリントというものになるんですが、これをタップしていただくと、プリンターの方が設定ができるということになります。それでは、試しに印刷ボタンを押してみたいと思います。印刷をタップしました。そうすると、印刷ジョブが開始しましたという表示が出てきたので、お分かりになったかと思います。これで印刷の方が行われております。それではもう一つちょっと印刷をしてみたいと思います。というのがですね、ギャラリーを開きまして、写真を撮ることって結構あると思うんですよね。スマホを使っていろいろ写真を撮るというシーンはよくあると思うんですけれども、この撮った写真を Google クラウドプリントを使って印刷をしてみたいと思います。では、この写真を印刷してみたいと思います。同じく機能ボタンから印刷をタップして、設定済みのご自宅もしくは会社、設定済みのプリンターですね、選択をしていただいて印刷をタップします。そうすると印刷の方ができます。はい、そういたしますと、今こちらのスマホから印刷をした、動画ファンのトップページですね、印刷をいたしました。それからこんな風にうさぎの写真も印刷をしましたけれども、こんな風にお家のプリンターで印刷ができました。Android のスマホに Google クラウドプリントのアプリを導入して、 Google クラウドプリント、パソコンなどから設定をしておきますと、外出先からでも忘れないうちに印刷をしておくということが可能かと思います。
非常に便利なサービスだと思います。よろしければお試しになってみてください。もちろん無料でお使いになれますよ。それでは以上となります。最後までありがとうございました。